ドラゴンっていうよりもこれは竜だね。え、ドラゴンと竜って違うものなのか。春日くんの好きなゲームにも四足歩行のがいたりするでしょ。あれが西洋由来のドラゴンだね。で、こういう蛇みたいなのが東洋の竜。へえ、そうなのか。さすが違いのわかる男。じゃあホットケーキとパンケーキって何が違うんだ。え、俺はドラゴン専門だからケーキは管轄外なんだ。その言い方ちょっとかっこいいな。出してんのか。バカ、食えば恐竜みたいに元気になるって意味だろ。違うわよ、恐竜も追いかけ回すほどの美味しさって意味よ。そりゃ考えすぎじゃねえか。ハンジュンギ、あんたはどう思う。巨大なハンバーガーの出現に恐竜が驚いたといったところでしょうか。なるほど、親切だな。確かにあのハンバーガーが現れたら驚くわね。よし、それで行こう。え、これ何の話。ちょっと変わったと思わねえか。ん、そうか。そうだな。はい、髪の分け目が違う。いや同じだけど。はい、メガネのドス。なんで大喜利始まってんだよ。そしてちぎえよ。はい、メガネのフレームを変えましたね。はい、メガネをやめてコンタクトにした。メガネから離れろよ。つかどう見てもコンタクトじゃねえだろ。じゃあどこが変わったんだ。もういいよ。だがお前らと会ってからちょっと明るくなれたかなって少し思っただけだよ。そんなのとっくに知ってたさ。なんちゃん、前よりも笑うようになったしね。一番みんな。それにちゃんと気づいてるぜ、そのレンズが新しくなったこともな。メガネは何も変わってねえっつってんだろ。あった、俺の秘密の場所がバレちゃったな。蝶のお気に入りの場所なのか。考え事をしたいときは一人でよくここに来るんだよ。確かにここからなら景色も綺麗だしいいな。ただたまにネットの穴からボールが飛んでくることがあってね。え、ホームランボールが当たることがあるから気をつけないと。ゆっくり考え事なんてできないわ。どうするだけで疲れちまうぜ。この程度で音を上げるなんて男らしくないわね。おお、その発言はイエローカードだぞ。あ、今は男らしくないとかめめしいとかそういう発言は NG なんだ。男女差別に厳しい時代だからな。どこで誰が聞いてるかわからん。ふん、私はそんなの別に気にしないけどね。まあそういう世の中だってなら言い換えるわよ。この程度で音を上げるなんて人として終わってるわね。さっきより辛辣になってない。ここにいたかい。と見つけたぜ。やっと見つけたぜ。
ちゃうわよ。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある。でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねねえ。なりあがるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者になりあがるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に答え合わせりゃまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ俺と成り上がろう。よう、ヤッホー、カスガ君。この野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、チョウ。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど。その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い。ふん。まあ春日君も苦労人だし、いっか。確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい。引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせずベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分マブチなんかの方が組織のボスには向いてたろうね。マブチ、ラオマか。あれ、そういやお前あいつのことどうした。オウミと手組んでたとこぶっ倒して、それっきり見てねえけど。ハンピン・リューマンが裏切り者にするお仕置きといえば、まんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える。
見た目では人を判断しないようにしてるんでね。お前はマブチをどうしたんだ。いや、まんじゅうになんてするわけないでしょ。冗談だろって笑ってほしかったよ。けどよ、あいつはお前のことを拷問もしたろ。組織の制裁としちゃ殺すのが妥当っつうか。まんじゅうにはしてないけど、殺してないとも言ってないよ。あ、じゃあやっぱり殺したのか。優しいね、春日君は。マブチのこと心配してあげてんな。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でもマブチには野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃマブチを半殺しにして、その後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それでマブチのことは忘れちゃってた。お前本当にマブチを殺したのか。結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで？なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ春日君。でも実際マブチのことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね。その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女はマブチから見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルはマブチの陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前にマブチには俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。マブチについて行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気があるやつは許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャラ。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。マブチはハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ。まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。マブチは組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人町は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど。言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに乾杯と行こうか。別にあんなやつどうだっていいけど。まあいいさ、寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。そう、うん、わかった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。どうしたさっちゃん、怖い顔しちゃって。あ、一番電話なんかあったのかい。うん、また菜の葉のことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが
桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の二人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう。なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくねえよ。じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラさん、こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに仇とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい。桂川のコンサル会社、経営が傾いてるらしくて、あいつは菜の葉にお金を借りたがってるみたい。いくら。200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、菜の葉だって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わって菜の葉にも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたい。なのにもう200万貸せって言われてるの。合わせて 250? ゆとりができたからって菜の葉はまだこの先も入り用なんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからか菜の葉が乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつは菜の葉が困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来、二人はもうあまり会ってなかったの。ところが菜の葉がソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、菜の葉だってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。菜の葉は昔、私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り、桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただ菜の葉をしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。これじゃさっちゃんじゃなくても菜の葉のことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ。あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でも菜の葉は私の言うことを聞きはしないの。7、8年前にも桂川と別れろって説得したんだろう。ん、その時に菜の葉と大喧嘩よ。さっちゃんはどんな風に説得したんだ。こっちも興奮してたからあんまり覚えてないわよ。それがいけなかったんじゃないのか。え、感情で解き伏せようとすると相手も感情で拒否するもんさ。今度はなぜ桂川と別れるべきなのかを落ち着いて理路整然と解くんだよ。要は言い方の問題さ。なるほどね。確かに菜の葉を興奮させたら冷静な判断なんて無理よね。いい助言ありがとう。落ち着いた状況で菜の葉に電話してみるわ。な、ごめんね一番、私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。菜の葉は乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。ありがとう。どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。
おう、ナンバー。その後レジェンドモルトの件はどうだ。ここんとこずっとカウンターを観察してんだけどよ、この店ほとんど客が来ないだろう。まあマスターが趣味でやってるような店だからな。ウサギを頼むのは足立やさっちゃん、俺らの身内ばかり。って言葉だぞ、このまま放っておいてもレジェンドモルトを頼むやつは永遠に現れねえ。俺の悩みは取り越し苦労だったってことだ。そりゃ楽観的すぎねえか。マスターだって誰も飲まねえ酒を仕入れたりしねえだろう。いらっしゃいませ。うん、なかなか洒落た店構えだね。お客さん、うちは初めてですか。ええ、ほらちゃんと客だって来るしよ。一元なんて珍しいな。ある小塚からこの店の噂を聞きましてね。ほう、どんな噂です。幻の高級ウイスキーレジェンドモルトがあると。ええ、置いてますよ。ぜひともいただきたい。私は無類のウイスキー好きでしてね。どうしよう。一番どうするって、謝るなら今しかねえだろ。俺弁償する金なんか持ってないぞ。金のことは謝ってからだ。あの客が安酒を飲めば大事になるぞ。すみませんが、レジェンドモルトはお出しできません。なぜです。私が一元の客だからですか。いえ、レジェンドモルトにふさわしくないお客様だからです。ほう、それは私がグッドダンディの編集長と知っての発言ですかな。グッドダンディ、マジか。なんだそれ。車でもレストランでも高級なものばかり特集する金持ち向けの雑誌だよ。非常に残念ですね。レジェンドモルトが飲めればグッドダンディでこの店を紹介しようと考えていたのに。書かなくて結構です。その手の話には興味ありませんから。いいえ、あえて書かせていただきますよ。このバーは客を襟好みする悪質店だとね。喧嘩を売ろうってんですか。そちらがレジェンドモルトの提供を拒んだのが原因でしょう。仕方ないな、拒んだ理由を話しましょう。うちのレジェンドモルトはある一人のお客様のためだけに仕入れたものでしてね、その人以外にはお出しできないんですよ。誰なんです、その客は。その昔、俺は一人の女性客に惚れちまいましてね、自分の気持ちを伝えようと決めてレジェンドモルトを仕入れたんです。その女性が一度でいいから飲んでみたいと言っていた酒でしたから、俺はレジェンドモルトを置いて彼女が店に来るのを待った。だけどいつまで経っても彼女は店を訪れない。半年経ち、一年経った頃、彼女が交通事故で亡くなったことを風の噂で聞きました。うちのレジェンドモルトは彼女に捧げる弔いのボトルなんです。これでもまだうちのレジェンドモルトを飲みたいと。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。実にグッドな、いやグレートダンディだ。ボトルの中身がバレずに済んだ。それにこの先も永遠にバレることはねえ。これで一件落着だ。もうそんな問題じゃねえだろ。正直にマスターに告白して謝るしかねえよ。え？マスターの話を聞いただろ。あのレジェンドモルトはマスターにとって特別なものだったんだ。うん、それは分かってるけどよ。でも俺弁償するような金ねえよ。
一人で払えねえようなら俺も助けてやるよ。なんで一番が？前に難波から相談を受けた時点でマスターに謝るよう促すべきだったよ。だけど俺はうまくごまかすことを考えちまった。俺も難波と同罪だ。だから弁償を手伝わせてくれ。一番、お前なんていいやつなんだ。まあ、だけどそれに甘えるわけにはいかねえ。こうなったら意地でも俺一人で弁償するぜ。バカな客だったぜ。俺の作り話を鵜呑みにしやがって。作り話？惚れた客の女？そんなもんいるわけねえだろ。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんですか？この店を始めるとき高い酒の一本くらい置いとかなきゃ格好がつかねえと思ってな。拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安いウイスキーを詰めたんだ。ただの置物だよ。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだが、たまに今日みてえなのが来るんだ。その度に同じ作り話で客を追い返してんのよ。ってことは難波がこっそり飲んだのはただの安酒？マジかよ。え？おめえら何の話してんだ？聞いてくださいよ、難波のやつが。言うな言うな、ダメだ。ほら、マスターは仕事に戻って。おかしな奴らだな。いや、ついつい高級なボトルの雰囲気に飲まれて勘違いしちまったんだよ。わかるだろ、思い込みってやつだ。でも取り越し苦労だと分かってよかったじゃねえか。いや、だけどよ、こんな恥ずかしい話はないぜ。なあ一番、この言葉絶対足立やさっちゃんに言わないでくれよ。頼む。分かったよ、内緒にしておくって。俺たちだけの秘密だぜ。なあ、その代わり一杯おごれよ。一番安いウイスキーをな。うん、任しとけ。どうも春日さん。ここはなかなか居心地のいい店ですね。なあ、だろ。しかしあんた一人で飲むのが様になってるな。さすがイケメンだ。悪い気はしませんね。よかったら一杯ご馳走させてください。お、マジで？いや、話せるね、ハン・ジュンギ。あなたは不思議な人ですよ、春日さん。孫妃もあなたのことを高く買っています。私が焼き餅を焼くほどにね。よく言うよ。そういや、彼女とはもう長いのか？なんかお嬢様と羊って感じに見えるけどよ。私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。それまではジングオン派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者ってと替え玉のことだよな、本物そっくりの。ええ、主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ん？ってことはあんたの今の顔は？作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい？かっこよく言えばそうです。となると本名もハン・ジュンギじゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ？まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。だから
名前を呼び合うのが友達になる第一歩だろ。なかなかやりにくいですね。私はもう少し人と距離を置きたいタイプなんです。人言張って組織がそういうとこだったのか。名前からすると韓国マフィアだよな。春日さんは元東上会ですよね。なのに人言派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。人言派が東上会とやり合っていたのは1980年頃。あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に毛が生えたようなもんだぜ。私はまだ生まれてもいませんでした。ですがその時に人言派は東上会に襲われ、ほとんど皆殺しにされた。30人ほどがね。 30? 当時のカムロ町はアジア最大の町でした。その島をめぐる抗争は激烈だったと聞いています。そして東上会はあまりに強く凶暴性をむき出しにしていました。だからって30人も。報復のため韓国の人言派本部はさらなる構成員を断続的に日本へ送り込みました。がそのいずれも東上会の牙城を崩せず、しかしだからといって本国へ戻ることも許されない。結果任務を果たせなかった者たちはどこにも行き場をなくして見捨てられました。そんな者たちの一人が私の父親だったわけです。ならお前さん自身は日本生まれか。ええ、かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば片木の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うちの家族はマフィア崩れの半端者としてどこからも弾き出されていたんです。そんな我々のことを端的に言えばはぐれ人言派といったところでしょう。はぐれ人言派か。倒したら高い経験値がもらえそうだな。あ、さては春日さんもゲーム好きな口ですね。なあ、ガキの頃は散々遊んだぜ。ではいつか一緒にゲームの話もしましょう。私も嫌いではないので。おうよ。そんでそのはぐれ人言派はその後どうなったんだ。21世紀に入って2006年の冬、私が二十歳になった頃、本国の人言派は日本の極道らに大攻勢を仕掛けます。ただしその際我々はぐれ人言派には声もかからなかった。完全に蚊帳の外です。私の父親たちは日本へ行くよう命じた同胞から完全に忘れ去られてもいたわけですよ。なるほどな。俺も一人同じような目にあったやつを知ってる。え？今あんたの目の前にいるぜ。組に捨てられて18年無所にいた。あ、そうでしたね。道理で春日さんを嫌いになれないわけです。で人言派の大攻勢ってのはどうなったんだい。長い時間をかけて計画されていましたが、結局東上会に潰されました。皮肉なことにその時の彼らもちりぢりに我々はぐれ人言派へ加わることになった。惨めなものでしたよ。打ち捨てられた者同士が外国の底辺で身を寄せ合うしかなかったんです。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それはお互い様ですね。だんだん遠慮がなくなってきたな。そのようです。どうも今日は私らしくなかった。楽しいお酒でしたよ春日さん。お世辞じゃありません。あんたが影武者をしてた本物の韓順義は今どうしてるんだい。彼は3年前に人言派を復活させ、一時はカムロ町の一角を手に仕掛けていましたが、
頭に銃弾を受けて殺されました。その肝心な時に私はそばにいなかったんです。そうだったのか。ん？じゃあそれだったらよ、あんたもう本当の自分名乗っていいんじゃねえか。なんでまだ影武者のままでいるんだよ。もしかしてこのまま本物の反純義になり変わろうとしてるとか。さて、だとしても春日さんには関係ないことです。違いますか？違わねえな。それでは。簡単に腹ん中見せるタイプじゃねえもんな。また今度じっくり飲んでみるか。